越後騒動は、江戸時代前期に、越後国高田藩で起こったお家騒動。反省を取っていた、筆頭家老、小栗正則と、これに敵対する、押し方を称する、長見ながら、小木田元茂ら一族重臣とが、争い、将軍、徳川綱吉の裁定で両派に厳しい処分が下され、高田藩は改役となった。越後高田城三重櫓、徳川家康の次男、 結城秀康は、越前国北野省十七万国を領したが、元那九年、二代藩主、松平忠直は乱行を理由に改役となった。寛永元年、越前には、越後高田を領していた、忠直の弟忠政が入り、忠直の子千千代は、越後高田二十六万国を新たに与えられた。三長は、家康の彦にあたり、さらに母は二代将軍。 秀忠の娘勝姫であり、御三夜に準じる越後中将家としておもんじられた。高田藩は、開墾を盛んに行い、内高は三十六万国余りとなっていた。三永長入法から四十一年目の漢文五年十二月、高田は地震により大きな被害を受け、反省をとっていた、家老、小栗五郎左衛門、小木田隼人が、東海家屋によりともに圧死した。 小栗五郎左衛門の後は息子、小栗正則が父親の高田城代を継ぎ、小木田隼人の後は息子小木田本茂が一万五千国で同じく清崎城代を継いだ。三かは反省を主導するようになると、幕府から五万両を借り受けて、高田の町の復興にあて、高田の区画整理を断行して、現在の上越市の市街を形成した。この木に、 藩士の6を地方地行政から蔵米制に改めた。また、直江津の築港、関川の春節、神殿の開墾、特産品の振興、銀の発掘などに手腕を振るい、江戸の植産家、河村瑞賢を招き、中江用水等の用水路の改削を行った。今坂は藩政に大いに地石を挙げたが、蔵米制への移行は、多くの藩士にとっては厳衆となったことで、 奥義が恨まれた。また、美まさか自身の贅沢好きで傲慢な性格からも悪い、感情を持たれ、さらに半主校長のイボ妹を官を妻にしたことも、後に騒動の原因の一つとなった。遠方2年、三長の着室な件が男子なく死去した。三長はすでに60歳で他に男子はなく、急ぎ、四次を定めねばならなくなった。四次の候補は、 三長の異母帝、長見ながら、三長の老い長見満徳丸、三長の外政にあたる小栗見まさかの三男、長春、松平義行であった。藩内での表記の結果、長見大蔵は、すでに40歳を超える高齢であるとして、15歳の満徳丸を四つぎとすることで決まった。満徳丸は元服して、将軍家綱から返旗をもらい松平綱国と名乗り、 三河守に任官した。綱国が四次と決まったが、家中では小栗美正が自身の子である大六を四次にしようと企んでいるとの疑惑の声が流れた。この頃、高田藩の財政は江戸住まいの三永の写真贅沢や美正の諸事業の費用のため悪化していた。小栗は犯罪性の立て直しのために新税を課したが、そのために小栗の評判は、 さらに悪くなった。これらの声を集める形で、糸井川城代小木田本茂、岡島駅などの重臣は、長見大倉を立て、890名に及ぶ、藩士と共に自らを、押し方と称し、小栗見まさかの一派を、逆井方と呼んだ。遠方7年正月、小木田本茂、長見大蔵ら押し方は三長に目通りして、同志890人の生死を差し出し、 小栗の惑星を球団して、小栗の隠居を要求した。三永は、小栗の隠居を命じる。小栗はやむなく隠居を願い出たが、家中に、小栗が城下から蓄転しようとしているとの噂が広まり、押し方が小栗の屋敷に押しかける騒ぎとなった。三永が小栗を擁護したため、押し方はこの時は、一旦引き取った。小栗は隠居し、第六に家徳を譲るが、それでも、 対立と騒動は収まらず、反省を収集できなくなった三永は、幕府大老の堺忠清に裁定を訴え出た。これを受け堺忠清ら幕閣は両派に和解を申し渡した。よりあい団子を申すまじくとし、話し合いによる解決を促した。だがそれでも騒ぎは収まらず、同年4月には小栗が、高田の町に火を放つ、との流言が広がった。三つは、国元で、 半白の陳部に勤めたため、一旦は、騒ぎは収まるが、その三津長が、三勤交代で、尾木、田本茂、岡島行きらと江戸へ行えるすとなると、国元ではまた騒ぎが起きた。国元で騒ぎを起こしているのが、長見大蔵と渡辺九十郎と知った三津長は、両名に江戸へ来るよう命じる。動きを封じられると思った、長見大蔵と渡辺は、今度は、 江戸で同志を救護しようと図った。このことが幕閣に知られ、先に出した和解の命を無視された形となった坂井忠清ら幕閣は激怒した。三永長のいとこである姫路藩主松平直則が坂井忠清と事件の処分を相談し、同年10月に幕府表情書は、押し方の長見大造、小木隆馬、片山劇、中根長左衛門。 渡辺九十郎にそれぞれ人心を惑わした罪で大名家へのお預けとする処分を下した。長見大蔵は長州藩、小田一馬は子と共に松江藩にそれぞれ預けられた。以上、幕閣の最低で押し方は破れ、一方の逆意方と呼ばれた小栗美正香派に処分者はなく、遠方8年2月に第6が将軍に破滅して元服している。 将軍親族である三つ長の筆頭家老家とはいえ、この将軍おめみえ元服は極めて身分の高い扱いであった。お仕方は、小栗美雅香が第六を藩の後継者にしようとしていると、さらに大老に贈愛をしたに違いないと怒り、二百人近くが脱藩する騒ぎとなった。遠方八年五月、将軍家綱が死去し、弟の綱吉が五代将軍に就任した。 坂井忠清は大老を辞職した。綱吉はかつて中世が家綱の既得に際して自分ではなく皇族を迎えて将軍に立てようと主張していたことを深く恨んでいたとされる。また、高田藩への先の裁定にも不満を持っていた。忠清が擁立しようとしていた有栖川の宮の祖にあたる高松宮公人新郎の比嘉三長の実の妹であったことも 綱吉の疑念を深めていた。さらに、三つが中世を支持して、後続将軍を支持したことも、恨みとなっていた。これを利用する形で、押し方は、老中、堀田正都を頼って、騒動の再審を願い出た。同じ頃、高田では、押し方のか老岡東域と、本田七左衛門が三つに糸間合意を願い出た。両名は将軍に、おまみした家臣であり、その処遇には、 幕府の許可が必要であったため、三つ長は幕府にお伺いを出した。綱吉はこの機会を捉え、先の最低の再審を許可した。再審は同年12月に始まり、小栗美正か、岡島行き、本田七左衛門、それに長州藩にお預けとなっていた長見大蔵ら5名に江戸出布が命じられた。小栗美正かとお仕方は江戸に招集され、 押し方は、小栗美正香の悪性と戦王を陳情し、さらにこの、第六を四次にしようと企てたと主張した。戦意は続き、年を越して、遠方9年6月21日、小栗美正香、長見大蔵、小木和馬が、江戸城に召喚され、将軍綱吉及び、幕閣の首脳陣や元老、旗本らが司法を取り囲む中で吟味が行われた。質疑の後、 綱吉は、翌22日に最低を下した。江戸城での戦議終了時に綱吉は、これにて、決案す。早まかりたてと大声を発し,し、場にいたものを震え上がらせたと伝わる。判決は、前回の最低を覆すものとなり、逆い方の小栗みまさかとその古代6話切腹、正則の弟の小栗しげよし、安藤自左衛門は、伊豆大島に、遠投。 重吉の子供二人は、森岡藩へお預け、その他、正則の兄の本田不破倉一族の子供らもすべて、仙台藩、熊本藩、三春藩へお預け処分となった。このように逆言い方に、極めて厳しい処分が下されたが、一方のお仕方も、反省を混乱させたことに間違いはなく、いわゆる喧嘩料成敗の処置がなされた。長見大蔵、小は、八丈島に、 岡島行き、本田七左衛門は、三宅島にそれぞれ遠投。片山劇は、文後薄木藩を預け、その他も大名家を預けとなった。長見ながらは、諸子の警府とはいえ徳川家康の男系ひ孫であるが、それでも、遠投処分とされる、厳しい判決であった。さらに越後高田藩には、領地没収の初段が下った。6月23日には、内事が出て、三つ永は、 次女の嫁入り先である、伊達宗都市の、青山にあった宇和島繁盛屋敷に移った。25日に綱国も、江戸の母大寺である、西久保天徳寺に移った。6月26日、家中取締り不行き届きであるとして、上地没収の上入る処分となり、三つ長には、大見彦根藩主、飯田出市京の江戸屋敷にて、伊予松山藩主、 松平正史次会お預けの正式の命が下り、いい松山城内で、失居処分となることが決定した。同日、綱国に対しても若狭オバマ藩、坂井忠直の屋敷にて、ビンゴ国副産藩主、水野勝主へ、あずの命が伝えられた。7月1日に、三津が、翌2日に綱国が廃所へ旅立ち、三津は8月1日に、松山に到着した。加えて、 さきの裁定を行った幕府関係者も、流罪などの処罰がされた。坂井忠清は、同年5月に死去していたが、大目付の渡辺綱貞は、同年6月27日開駅となり、さらに八丈島へ、島流しとされ、綱貞の三人の息子も、家へ預けられた。また、中世の長男中居、三男、忠広、老中、久世弘行死去の三男茂行は、 必足を命じられた。ルイはこの九段の処理に奔走した、越前松平家の一門にも及び、いとこにあたる針間姫地藩主の松平直則は十五万国から八万国を削られ、文国北へ転覆。またこれもいとこの出雲広瀬藩主松平金栄は三万国から一万五千国へ削られた。遠方九年、海域にあたり、老中の大久保忠友が総責任者とされ、 同じく老中の稲葉正則、堀田正俊の指示を受け、親族の意を上島藩主、伊達宗俊氏が、事後処理の窓口とされた。老中ら幕閣から伊達宗俊氏を通し、城受取をつ,つがなく取り行う、宗の書状の作成が、伊田ただの屋敷に預けられていた、三永長の手により行われ、この書状が、伊達家の使者により7月6日に、高田の片山門戸、 山崎黒兵衛らの家臣らに届けられた。また、伊達は、幕角より、高田城及び、城下の絵図面がないか、という問い合わせを受けている。このように、城受け取りを円滑に進めるための下準備が、速やかに行われた。高田藩寮及び、高田城の摂収の所役は、処分翌日の27日には、早々に決定され、命が発せられた。城受け取りには、 越後村上藩主の榊原正友、も、後長岡藩主の牧野忠だ立越立と山藩の前田聖保の三大名が選ばれた。城受け取りの榊原と、牧野は当時、江戸に在府していたため、7月1日には、江戸を立つ許可が下され、榊原は準備のために2日に出立し、11日には、両国に入った。また、上司として、 山和氷山藩主の松平直行、海谷、村藩主で、幕府奏者番の秋元高友が、城受取目付として、幕府使い番の中坊修二と大番の牧田貞重、さらに勘定奉行の高木守蔵と、大目付の坂本重春が派遣された。これに騒動に関しての目付としてすでに高田にあった、幕府使い番の津田正常と、中根正和も加わり、三大名の目付や、 事務作業に当たった。彼らは出発前から緊密に連絡を取り、動員する人数の確認や、各人員らの一斉出発により道中が混雑しないように出発の時期をずらしつつ、高田城郊外の地点に集結することなどを細かく打ち合わせた。6日には松平、秋元両上市から各大名に対し、スケジュールの書状が送られた。 通常の大名の海役に際する城受け取りよりも、厳重活動人数による受け取りとなったが、これは、国高の大きさや三つ長の徳川審判としての、格式を考慮した結果、物々しくなったと推測されている。各役人は7月24日までに、高田郊外に集結、事前に松平直行の下で打ち合わせを行い、7月26日に、城を接収した。城及び、 領地の管理は、8月10日に、財番大名に命じられた信濃松本藩主、水野忠直と越後柴田藩主溝野口茂夫に、引き継がれ、役人各自は、江戸井と帰還の都に着いた。ただし在国中の両国と山から出勤した、前田聖保は、治療越中と山へと帰還した。市場の清崎城も越後村松藩主の堀井直と氏と、 目付の岩瀬氏勝により27日に接収されたが、翌7月28日には破却処分とされている。高田城に備蓄された資産、米や金銭や武具類など、藩のものとされた物品は、手つかずにする旨が幕府より申し付けられたが、三永長のいわば個人資産とされた茶道具などの道具類は分類され、7月28日に勘定武行らの手により吟味されている。 これらは後に親族である、伊達宗都と出雲松江藩主、松平津那金の家臣の手により、江戸に搬送された。このように厳重な計画による海域であり、そもそも藩内分裂によるお家騒動であったために、藩士のリーダーシップを握る大物家臣らも騒動でほとんどが処分されており、また、三永長の書状があったこともあり、城受け取り時の大きな混乱や旧家臣らによる抵抗。 反抗的な動きなどは全く伝わっていない。片山モンドが幕府によって差し押さえられる予定の備蓄米を離散し、困窮が予想される家臣らに全て配布してしまい、片山は幕府により追放処分とされたという話が残るぐらいである。三永長は後に罪を許され、福井また関して合力米3万票の俸禄が与えられた。 四次の綱国とは不和となり、病弱を理由に拝着したが、小栗派急進らによるお家再興運動の結果、水戸徳川家の徳川光国の終戦によって、越前松平家一門の松平直則の子、信富を養子とした。元禄十年に三つは隠居したが、翌年に、信富に対して新しく三まさか津山藩十万国が与えられ、津山藩が立藩した。津国の子孫は、 長見氏に名字を戻し、津山藩が老家として仕えている。以降、憲法、和蔵、将軍家からの養子入りなどの不沈がありつつも、津山藩主松平家として幕末まで存続した。聖母は三大将軍、徳川家光の娘両全員。深井忠し会、綱吉と吉宗2012年、吉川博文官教法5年に処分は解かれたが、そのまま森岡藩に出資した。 二人は、元禄十四年、八丈島の貴金の際に貸し、須田茂、徳川大名会役録六十一から六十二ページ、性質は、松平光長の娘、大通院騒動に深く関与した小木田本茂の城。ありがとうございます。